どうも皆さんこんにちは。文学ラジオ空飛び猫たちです。この番組はいろんな人に読んでもらいたい、いろんな人と語りたい文学作品を紹介しようをコンセプトに、文学と猫が好きな二人がゆるーくトークするラジオ番組です。お相手は私小説が好きの会の大地と羊をめぐるカフェの三重の二人でお送りします。文学のプロではない二人ですが、東京と京都をつないでお互いに好きな作品をそれぞれの視点で紹介していく番組です。番組概要欄に詳細情報を記載しているので、初めてお聞きになる方などそちらを見ていただけるとありがたいです。本日紹介するのはキムソヨンさんの詩人キムソヨン一文字の辞典、京信子さん翻訳、一文字辞典翻訳委員会翻訳でクオンから2021年に出版された本になります。この本はですね、パッと見結構表紙やタイトルが硬そうな印象があるんですけど、読み始めるとすぐに結構ユーモアが溢れてるあの作品だなってのはすぐわかるので、しかもその後結構読みやすい部分もあって、かなりなんていうか見た目と中身のギャップが激しい本になってるなと思いました。で、辞典なので、文字の定義になるんですけれども、まあ、それに寄せて、この詩人キムソヨンさんが、個人的なエッセイのようなものが、たくさん書いてあって、まあ、それが引っかかってきて、この読み手の中に膨らむ、ちょっと不思議で面白い本だな、という形になるので、今日ちょっと、いろいろお話ししたいと思うので、楽しみにしていただければと思います。本当に、ギャップがあって、うん、ただの辞典ではなくて、もう言葉の一つ一つに、なんか自分が文章を書くときに使いたくなるような、描写が、たくさんあったので、今日は、後ほど、そんなのも紹介していけたらなと思ってます。なぜこの本を取り上げているかという経緯をお話ししたいと思います。こちらもですね、先週、紹介しているパッセンジャーに引き続き、日本翻訳大賞最終候補に残っている作品でございます。日本翻訳大賞っていうのは何なのかっていうのをちょっとお話しさせていただきますと、これ2021年に発売された翻訳本の中から、一般読者推薦と選定員の選定があり、最も優れた翻訳作品に与えられる賞となってます。で、私前回前々回とこちら翻訳者に与えられるという話をしたんですが、よくよく翻訳大賞のホームページ見たら、あ、翻訳作品だったっていうことに気づきましたので、強く訂正したいと思います。申し訳ない、はい、すいませんでした。そして私はすいませんです、これ第8回なんですけど、ずっと勘違いしてました。いや、僕も同じく勘違いしていて、そう、気づかなかったですね。よくよく見たら翻訳作品に与えられる賞だから、あ、翻訳者じゃないんだ、みたいな。受賞されるのはなんかこう翻訳者の方が来るんで、あれなんですけど、多分それでこう、錯綜したんですけど、よくよく見たら翻訳作品って、ちゃんと書いてあったんで、強く訂正します。で、こちらなんですけども、ノミネートされてる作品、基本的には作品のクオリティがすごく高いので、このノミネート作品を読めば必ず名作に出会えるという賞になってます。で、年に一度あるんですが、もうこれはもうほんと年に一度の翻訳本好きの祭典だなと思ってまして、最終的にはですね、この2021年最も優れた翻訳作品というのは5月中旬に発表予定となってます。なので今回がこの一文字の辞典が我々が最終候補5作読むのうちの最後の作品となります。ね、いよいよちょっと最後の一冊に来ましたね。ね、で、あえてこれを最後に取っといたのは、ちょっと難しそうだなって正直思ってたんで。そうなんですよ。小説ではなかったので、ね、読んでみないとわからないから、最後に残っていたっていうのがあったんですけどね。なんですけど、全然読みやすいし、なんでこんなビビってたんだろうみたいな。そうね、しかも読むとね、よかったので。じゃあ、ちょっと具体的に行く前に、少し、キムソヨンさんの話をしたいと思ったんですけど、このキムソヨンさん、詩人っていうことは分かったんですが、あまりネットで調べてもですね、情報が少なくて、正直詳細な情報がお伝えできないという状況でございます。で、この本自体の訳者、略歴がですね、やっぱこのキムソヨンさん、素敵だなって思うのは、すでに詩になってるっていう、この略歴が詩になってるっていう形になってて、自分がなんで詩を書こうと思ったのかとか、で、どういう思いで詩を書いてるのかっていうのが、ちょっと長いんですけど、でもめちゃくちゃいい文章で書かれていて、とりあえずですね、もう、この、略者略歴で感動するっていう、なかなか、今までにない体験を今回してますね。そうですね。経歴とかは書いていなくて、ね、なんか始まりが、いきなり詩人で、誰も私に詩を書いてみたらなんて言わなかったから詩を書く人間になったって始まっていて、なんかもうここからすでにね、ちょっと、なんかもうすごく気になるって、ね、
なってしまうんですよね。後半がね、めっちゃかっこいいんですよね。自分の満足の行く詩を書くことこそが本望なのという思いを確かなものにする。そんな思いを見失いために私には退屈な時間がたくさん必要。努力するのは嫌いだけど、退屈するためであれば精一杯努力してきた。退屈がつつやかな孤独になっていくとき、私はたくましくなる。もう少し退屈になって、もう少したくましくなるために、そのためだけに生きていく。締めてて。もうちょっとかっこよすぎるな、もう。ぜひ、略歴だけでも読んでいただけると、好きな人は好きになると思います。そうですね。うん。始まりをね、最初に日本の読者に向けてというので、うんうんうん、4ページほど、メッセージが寄せられているんですけども、もうすでにそれもちょっと詩のようになっていて、なんかね、本当もう、キム・ソヨンさん何書いてもすごくいい文章を書くなっていうのは、本当に、もう、初めにを読んでもすごく思いましたね。うんうんうん、うん、うん。で、この本なんですけど、訳され方が結構特殊な方法で訳されてまして、これ監修は京信子さんって方がやってるんですけど、実際に翻訳作業をされたのは、おそらくこの一文字辞典翻訳委員会っていう方々で、これは8名から構成されているみたいです。で、なんか2年ぐらい翻訳者後書きを読むと、2年ぐらいかかったみたいなのが書かれてるんで、めちゃくちゃ時間かけて訳したんだなっていうのがわかる作品ですね。結構大掛かりな作業だったんじゃないかなと思います。なんかすごい面白いんですよね、本当にこの、なんか8名でね、されて、いたっていうのは、まあ、分担したのかまとめてたのかちょっとわかんないですけど、特殊な方法を使ってるなとは思いました、うん、そんなことはさておきですね、作品どんな作品なんだっていうのは、まあこの後詳しくは話してきますが、基本的にはこれ、まあ、辞典なので、一文字、ハングル一文字について、まあ、詩人らしい様々な定義の仕方がされているという本になってます。まあ、そんな話をちょっとこれからゆっくりしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。では作品紹介に移っていきたいと思います。まず、まあ、本書のあらすじをウェブサイトから引用しますと、人は誰も自分だけの人生という言葉の辞典を持つ詩人キム・ソヨンがハングル一文字の言葉を通して人生の様々な時間、情景、感情を描いた詩的で詩的な一文字の辞典。うん、ありがとうございます。この詩的で詩的なってのは、まあ、私的でポエム的なっていう、うんうん、詩的詩的が重なってるところですね。でも本当これ感覚としてはちょっとエッセイに近いとは思いますね。うんうん、で、うんうん、まあ署名の通りこのハングル一文字について詩人キム・ソヨンさんが思いを馳せたことを書いている文章なの、こうユーモアが溢れる面白おかしく書いている部分もあれば、もう彼女の経験に深く根ざした思い出の話なんかも出てきたりして、ハングル一文字っていう一文字をですね、自由に定義していくっていう本になってます。で、まあ辞典なので、こう分類みたいなのが一応されているんですけど、まあ分類のそのタイトルもちょっと面白かったりするんですけど、順番が、なんていうのかな、日本語の漢字で言うとこの部署順、あ、部署ごとで、うん、章立てされていて、正直ちょっと韓国語全く詳しくないので、わかんないんですけど、部署ごとに章立てがされていて、まあ、このあたりがちょっと辞典っぽさっていうのを演出してるなとは思いました。でも本当にハングル全くわからなくても読んでいけるので、うん、もうそこは本当に大丈夫かなというのと、あと本当ね、そうそう。で、さっきエッセイみたいっていうので、やっぱり辞典ではあるんですけども、感性によって、お言葉の定義をされているなっていうのをね、すごく感じましたし、なんか読んでいると、もう本当にこれまさに自分のための辞典なんじゃないかと思えるくらいですね。うん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 、なんかすごくその自分のなんか感情に訴えかけてくるようなんですね。なんかそんなもう、なんかすごく特別な言葉の定義をされているなと思いましたので、まあすごく魅力のある、まあ、辞典であり、まあ、本だなというのを感じましたね。うん、じゃあこれからですね、まあこの本の中ではですね、310個のハングル一文字が紹介されているんですけれども、その中から、我々が好きだった定義とか好きだった言葉っていうのをトップ5まず紹介していきたいなと思います。じゃあ私からいきますね。じゃあお願いします。第5位からもう第5位ガンガンいきましょう。第5位はですね、私28ページの、これはちょっともうハングル文字の発音が全くわからないんで、日本語で書かれている方をちょっと読みますけど、そばそばって食べ物のそばでね、そばにいるのそばですね、そばという言葉がもうこれめちゃくちゃ良かったんで、ちょっと読みますね。これそんな長くないんで、隣よりもう少し近い、私と隣その間の領域だから、私自身は決して入れない場所であり、私以外の人だけ入ることのできる場所、同僚と私は互いの隣までを、友人と私は互いのそばまでを許しているようだ。相手にとって私が友人なのかそうではないかを見極めるのに、隣とそばの距離を感覚で測るといくらか役に立つっていう定義だったんですけど、そば。これ結構自分読んでて、お、この感覚すごいいいと思って、うん、隣とそばっていうのをちょっとね、うんうん、分けて考えるっていうのは、うんうん、
ちょっとビビッときたんで、第5位にしました。しました。うん、はい。本当になんか無意識で思ってたようなことを本当書かれているなって本当思いましたね、うんうんうん。確かにね、そう言われるとそうだなって本当思うような。いいですね、そこは。じゃあ、さっそく行きましょう。僕の、うん、うん。うん。第5位は、36ページの道という、人はですね、道路の、道ですね。これが、もう本当に一言だけなんですけど、道を楽しめない街は死んだ場所も同然だっていう、もう一言だけなんですけども、これはなんかね、本当自分が何か文章を書くときとかに、ちょっと使わせてもらいたいぐらい、うん、いい文章だなと思ってですね。うん、これかっこいいね。いいですよね、うん。なんか道って聞くと結構いろんな発想が多分膨らむから、もっと壮大なこととかに結びつけられる言葉なのに、うんうん、このね、端的にこのかっこよさはちょっと、ちょっと痺れますね。うんうんうん、本当に、それだけ、地という、なんか逆に言葉に、なんか大きな意味があるんだなと思う。うんうん、いうのはすごく感じていてですね。やっぱりこのキムスサンさんからすると道っていうのはそれだけなんか大事なものなんだっていうのがね。うん。付箋貼ってなかったの。じゃあ、4位いけますか。行きましょうか。私の4位はですね、227、結構後半だ。227のですね、本ですね、本。ああ、うん。ちょっと長い文章なので、全部読み上げないんですけど、なんかね、多分、キム・ソヨンさんが、多分、子供の頃の話が最初入ってるんですけど、まあ、国立中央図書館がナムさんにあった頃、週末になると友達と一緒に行ったアジトだったと。まあ、図書館はアジトにしたって話があって、で、本があるという理由だけではない。多くの知識を誰もが公平に享受することのできる公平性が保障されている。最も美しい場所だからだ。じゃあもうめっちゃこの図書館の表現かっこいいなと思って。次ちょっと書店の話が出てくるんですけど、書店で書家を見て回るとき、自分自身の欲求に対して私はより寛容になれる。本を手に取ったり置いたりしながら、購買欲求を天秤にかける瞬間、そして一冊の本を選ぶ瞬間は、他の消費の瞬間とは確然たる違いがある。何かを所有したいという欲求より、何かを目撃したいという姿勢に近いからだ。こんな名文あると思って。この本を買うときに、なんとなく自分が感じした。まあ、ちょっともしかしたら、キム・ソヨンさんと感覚違うとこもあるかもしれないんですけど、うん、そうなんですよね。一冊の本を選ぶ瞬間は、他の消費の瞬間とは、確然とは違いがあるっていうのは、まさしく、本を買うときに感じることで、まあ、その後の何かを所有したいっていう欲求よりも、何かを目撃したいという姿勢に近いっていうのは、もしかしたらちょっと自分の感覚からは違うかもなと思うんですけど、この本屋を見て回るときの感覚、っていうのがすごい、うまく書き合わされてるなと思って、ちょっとかなり良かったんで、ここは、もう、付箋を貼りましたね。うん。いや、本は僕も、ね、メモしているんですけども、本当に、いや、これもうトップクラスに良かったなと思いましたね。うん、うんうん。ちょっと今回、もう被りはなしで。そっか、俺が先に書いちゃったからね。そうそうそう。大地さん先で僕が後で選んだんですよ。いや、本はほんとね、トップ5に入ってくるぐらい、良、ね、かったですね。まあ、これね、いつも、構成はどっちが書く、先に書くか問題が。そうそう。あるからね。まあ、その時にね、そうそう、まあ、本当にもう、都合によりきりですからね。じゃあ、三重さんの4位行きましょう。僕の4位はですね、25ページに、ある、怯えるという、言葉ですね。まあ、その怯えるの、まあ、漢字一文字になるんですけども、これもすごく、なんて言うんですかね、いいなと、もうなんか共感するようで思えたんですけども、ちょっと短いので読み上げると、私は臆病だ、イコール怯えが多い。という表現と、あの人は怖いもの知らずだ、イコール怯えがない。という言い回しを耳にすることが最も多い。このように、多いかないかの二択以外に、私はかもなく、不可もなく、怯える、みたいな言い方も当たり前に使われるようになるといい。確かになんかその、怯えるっていう言葉に対して、なんかすごくなんか大げさに使いがちだなって、まあ自分も、もうそうかなと思っていたんですけども、こうやって読むと本当に、すごくさらっとかもなく、不可もなく、怯えるっていう書かれていて、まあそれが当たり前になるといいっていうのでですね。いや、本当になんかすごく、ここはね、共感というかなんか、なんか良かったですね。うん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 。これ確かに鋭いですね。私はかもなく不可もなく怯えるって、確かにちょっと、うん、言葉に敏感じゃない人じゃないと、ここのなんか視点持てないですね。面白いこれ。うん。結構ね、この時点では、大きな言葉、例えば、義っていうですね。うん。義っていうのがあれですね。忠義とかですね。うん、正義とか義だよね、うん。そうです、その義。という言葉とかも、なんかそんな、体操に、見せないで、さらっと書いたりしていてですね。うん、
うん。なんかそういうところはすごく、ね、このキム・ソヨンさんの感覚っていうのは、なんかすごくいいなとね、うん、思いましたね。うん。私の3位が、137ページの人生ですね。うん、これは、なんていうか、すごい長いですよ、これ。多分一番長いかもしれない、ね。ああ、そうですよね。うん。うん、6ページある？もっとある？ 7？ 10ページ近いんですね、うん。9ページあるんで、あ、人生の雑誌がですね、突然変異してしまったっていう文章があって、で、開業があって、その後、子供だった頃、私たちはっていうことで、子供の時からこう、ちょっと、まあ、これは、キム・ソヨンさん個人だけではなさそうな、なんか自分の世代というか、そういうのをちょっと一つにして、まあ、こういうものだったみたいなことを言って、で、まあ、子供の頃、10代、20歳、うん、これね、10代の時のね、この、なんていうのかな、なんか、なんだろう、なんとも言えない絶望みたいのがちょっと描かれていて、10代の私たちは自分に課された抑圧に耐えるのに一生懸命だったという話が入ってきて、誰も見ていないところで怒りの涙を流し、同じ怒りを分かち合う友人たちと毒つくのが精一杯だった。で、私好きなのがですね、言われた通りに勉強し、みたいな後に、この家庭のみが、有能な大人に成長しる方法なのという事実に、ほとんどの子供が早々と気づき、24時間営業のコンビニのように勉強に打ち込んだってあって、この24時間営業のコンビニのようにってもうなんかめちゃくちゃ刺さるっていうか、これいろんな意味があって、その24時間っていうのも多分、いつでも何時でもっていう意味と、同じようにっていう意味が多分重ねられていて、すごくここは刺さりましたね。なんかやっぱ、まあ、日本もやっぱり同じような感じだなと思ったんで、結構刺さって、で、二十歳を過ぎたら、やらされる勉強ではなく、自分のために進んで勉強ができるだろうとも期待していたみたいな話があるんですが、やっぱりこの20代はどんな大学に進学し、どんな進路を選んだかによって、すでに階級が上がることを感じ取りながら、幕が上がったっていう話になっていき、うん、ごく自然に親しむことができる文化といえば、飲酒文化と消費文化で、まあ、お酒を飲み、服を買ったみたいな話がね、なんかこの辺結構、まあ、20代の話で面白くて。で、そうなので、20代はですね、誰も実際に強制などしたにもかかわらず自発的にそうした。自発性。これに深い意味を見出し、確信に満ちていた。この辺が結構なかなかね、人生だなっていうのがあって、で。まあ、それぞれの道をっていうとこなんですが、ここも面白い、もう共感しかないんですけど。世の中が思ったより非常という実に気づき始めた。アルバイト先の社長を見て、会社の上司を見て、指導教授を見て、嫁ぎ先を見て、あんな非常な人間はなるまいと心に決めた。そうやって生きてきたので、私たち30代はもっと卑屈な時間を過ごすしかなかった。30代の話は、まあ、ここからまだまだいろいろ続くんですけど、40代。うんなり、みたいな。で、最後、まあ、私たちが突然変異の大人に成長していく過程で、つまり人間性を喪失し、自尊心と魂をタンスの奥にしまっておいた時間の中で、数多くの災難が私たちを襲い、その度に私たちは驚愕した。私たちの時代の災難はもはや天変地異ではない。長い間結束してきた、シフォンのしもべたちによって、ルイルイと積み重ねられてきた策略だ。だって、もうラストが結構好きなんですよね。あるものは限りなく狡猾になり、あるものは限りなく恍惚になり、あるものは限りなく強くなり、誰もが沈黙する。わずかな時間だけつける仮面を分け合い、わずかなジェスチャーのみを共有しながらっていう。この、なんか結構長いんですけど、まあちょっと長くなっちゃったかな。こう人生をこう、表現するっていう、この定義は、なかなか、ちょっと迫ってくるものがあって、で、この本、半ばぐらいに、137ページなんで、まあ大体、半ばよりちょっと手前ぐらいなんですけど、まあ初めてこんな長い文章、まあ、それまでもちょっと長い文章あったんですけど、結構長い文章が急に現れて、ちょっともう、揺さぶられるとこでしたね。なんか強烈に書いて、まあそれなんか人生でその、大人になっていくっていうところに対して、もう、ね、なんか突然変異だとか、まあ、災難だとかですね。もう、いや、でもね、まあ、実際、ね、でも読んでると、本当に、やっぱり、ね、そうやって、なんか結構揺さぶられるものがあるので、いや、これは僕も多分トップ5入れてましたね。すいません。いや、でもこれね、入るよね、これはね。そうですね。入るなと思って、ですね。すいません。その、ちょっと私が奪っちゃった、3位をちょっと。いやいやいや。はい。
お聞かせください。そうですね。が結構好きな ところだったんですけど、182ページの、うん、ひらがなの王ですね。あ、これいいよね。うんうん。うん。なんかもう本当ひらがな王一文字だけなんですけど、これが王の使い方、イントネーションによって意味が違ってくると思う、ね。短くて高いイントネーションの時は、なんか、変でびっくりしているけれど大丈夫だという意味とかですね。短く語尾を上げているときは、なんか変でびっくりしたから何とかしてくれっていう意味とかですね。なんかそう、イントネーションの違いによって、まあこうだけどこういう意味だよっていうのをですね、説明されていて、これがね、なかなか、あ、確かにと思うようなもう、ね、説明で、自然に使ったりしているなぁと思いつつ、言われると本当その通りだなというのでね、すごくなんかね、なんか納得しながら読んでいて、というの、王っていうのがですね、なんかちょっと遊び心もあって、好きな、ところでした。で、ちなみにですね、その後また王という言葉が出てくるんですね。で、これ日本語だと同じ王なんですけど、ハングルで表記すると、ちょっとその、文字がまた違う。ですけども、で、その後に紹介される王も、まあ、近いんですけども、今度は、なんでしょうね。ちょっと、漏らすような王っていうところですかね。なんかさっきのが王っていうのは結構はっきり発音する王だったら、今度は、例えば短めの、なんか王っていうため息とかですね、長めの王とか、もう、長めの王だったらもう、まあ、軽めの簡単ですね。で、王っていうですね、壊れるような、王だったらもうね、なんかすごく大きな簡単を意味するっていうですね、なんかそんな表現があって、これもすごく面白いなと思って、結構、印象に残ったので、サインにしました。あ、そうか、私、おって聞いた時に、こっちの方を思い浮かべてた。だからなんかあれって思ったんだけど、短めの方、うん、このため息のね、の方。そうですね。意外とこっちの182ページは俺意識薄かったんです。面白いよね、これね。そうですね。確実に辞書じゃ、こう絶対定義しないだろうっていう。あ、そう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 。うん、で、この王ってね、ほんと人からなんか自然に出る王ですからね。うん、おそらく。うん。面白い。なんだろう。うん。あ、ちょっと、出てこなくなっちゃったんで、やります。はい。じゃあ、あ、そうか。あ、そう、言おうと思った。なんか、こういうところがすごくユーモアがあって、この方面白いですよね、読んでて。うん。時折出てくる。時折ね。うん。じゃあ、次行きますか。私の、もう、2位か。2位か。でも、どうしようかな。これね、これ1位にするかすごい迷ったんですけど、うん、169ページの、詩ですね。詩という言葉の定義なんですけども、これ詩人が詩を定義するっていう素敵な章なん、章ってか、文字なんですけど、で、そうですね。これ詩っていうのが定義が3つされていて、1、すでに美しいものはもはや美にはなり得ないのであって、美になり得ぬものを必ずや美にならしめること。2、大雑把な言葉では救い上げられない真実と言葉にすれば砕け散ってしまう秘密を文章のうちに収めること。3、言語を裏切る言語が最も美しい言語だという実を立証すること。あって、この3つの定義が、あ、もうめちゃくちゃかっこいいなと思って。特に、まあ、1番の、は、まあ、そうか。我々は、こう、詩によって確かに美しいと感じないものを美しく感じさせてくれる瞬間があるよなっていうのはすごく感じましたし、うん、2番の、なんか、秘密っていうのが面白くて、まあ、言葉にすれば砕け散ってしまう秘密を文章のうちに収めることっていうのは、多分、ストレートに言ったら、ストレートに表現したら、失ってしまうものがあるよねっていうことなんだろうなってなんとなく思って。この、言語を裏切る言語を最も美しい言語っていうところは、まあ、なんだろう、予想もしなかった使われ方をすることなのかなと勝手にちょっと解釈はしたんですけど、この3つの定義はすごく納得感あるし、刺さったので、ちょっと2位にしました。うん。いや、でもいいですね。もうめっちゃ僕もすごい好きなところだったんで、なんかこう読むと、今の話聞くと、なんかこの詩っていうのが、本当になんかもう目に見えてないけども、あるものというか、うん、そういうものを描いているのかなと思えたりして、いや、なんかそこにすごく尊さというか、いや、なんかそんなのを感じる、すごいなんかロマンチックなものだなと思いましたね。うん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 、じゃあ、もう、メイさんの2位行きましょう。はい、うん。行きましょうか。じゃあ、僕の2位がですね、268ページなんですけども、兄貴という言葉ですね。で、これが、キム・ボソンさんという方の、まあ、詩、兄貴というのが、引用されているんですけども、これがね、すごい、もう、いい詩で、もう本当にね、なんか胸に迫ってきたんですけども、少しちょっと読み上げたいと思います。兄貴は間違いなく善良な人になっていただろうな。これほど父さんを憎んだりはしなかっただろうし、俺より母さんをいたわってあげただろうな。
当然家の中で一番最後に布団に入ったはずだね、戸を全部閉めて明かりを全部消して、兄貴には何でも全部告白しただろうな、何が何だかわからないと、生きることはあまりにも、と、死んでしまいたいと、実は兄貴が俺たちの中で一番悲しかったはずなの、でも、兄貴は詩人にはなれなかっただろうな、二番目に悲しい人が、一番目に悲しい人を思いながら書くのが詩だからね。うん、というですね。いや、僕はもうこのラスト3行がすごい、読んでて、いや、なんかね、来るものがあって、だから2番目に悲しい人が、1番目に悲しい人を思いながら書くのが詩だからねっていうですね。この最後の結びがすごくね、なんかいろいろと考えさせられましたね。これすごいね。これは確かに、刺さったな。ね、この一文字の時点では、結構いろんな人の詩の引用とかも入っていたりして、なんかそれがすごい、なんかいいスパイスになってますよね。ね、このキムソヨンさんが自分の時点だったら、これを入れるってことだもんね。そうですね。日本の詩人とかもいた気がするの、ちょっとパッと覚えてる。あと、まあ、海外の人の、あの、西洋の人とかも。そうですね。入ったりしますね。なんか、ウンベルト・エイコの文章が入っていたりとか、そうそうしましたし。なんかその、わかる。本当なんか自分の思いというか、あの人生を作り上げている言葉を選んでるんだろうなっていうのはすごく感じますよね。ここもすごい良かったし、兄貴。じゃあ、1位いきますか。あ、いよいよ。いよいよですね。いよいよですね。いよいよですね。意外とサクサクいくかなと思ったら。じゃあ、私はですね、118ページの春です。これもちょっと長い文章なんですけど、1,2,3,4,5 ページぐらいかなの文章なんですけど、まあ、春、まあ、私たちが何よりもよく知る奇跡っていう出だしから始まっていて、で、まあ、冬の間、みたいな話からが入っていくんですけど、まあ、これもちょっとですね、なんか幼い頃の春、学校に通ってた頃の春、二十歳になった頃の春、さっきのちょっと私が紹介した人生にちょっと近い感じなんですけど、いつの頃からか春になると気がめいったっていう話が入ってきます。まあ、これは、なんていうんですかね、この、あの、多分青春がちょっと過ぎてしまった時期だと思うんですけど、まあ、多分かなり成長した後の話なんですけど、今年は3月も初めから随分と葬儀に参列した友人の親たちが過酷な冬をようよう耐え抜いた末に、まだ花が開きもしないうちに亡くなった話があって、結構このなんていうんだろう、3月っていうところが春なんだと思うんですけど、なかなかこの3月辛いことが多いっていうことがちょっと書かれていて、まあいろんな花の話とかも入ってくるんですけれども、最後ですね、なんかまだまだ寒いけれど春が短くなっていつか消えてなくなるかもしれないという思いに駆られて、しきりに春という言葉を声に出してはその暖かさを呼び寄せてみる、春はただ春なのではなく奇跡の中でも私たちが何よりもよく知る奇跡なのだからっていう結びがあって、ちょっといい、最後いいっていうか、こう刺さる内容になってきたりしますね。で、このなんか結構私あのその中でもなんだろう、この服本当仲間に出てくるんですけども、二十歳になってからは新しい春には新しい服が必要だった、いつも黒か灰色、さもなくば黄土色か青色の服ばっかりだった私には黄色や薄紅色、あるいは赤や若緑の服が必要だった。すでに春を迎えた私の顔は若緑だったり薄紅だったりしていただろうに、あの頃はそのことに気づいてなかったっていうのがあって、まあ、このちょっと服の話がちょっとつくんですけど、なんかすごくこうわかるっていうか、二十歳ぐらいの時ってなんか春に着る服すげえ気にしてよなみたいな、なんか、あの思い出というか思いが蘇ってきて、なんかこの春っていうあの5ページぐらいの短い文章ではあるんですけど、そこにいろんなものが詰め込まれていて、なんかこの春に対しての思いっていうのはこのキムソヨンさん多分すごく強いんだろうなっていうのは感じ取れて、まあ、これが今回一番印象に残ってるかな。なんか全体通すとそこまで強烈なあれはないんですけど、でもなんとなくやっぱりこの5ページにわたる春の描写が、なんかすごく自分を捉えた気がしますね。いや、ほんとなんかすごい青春っていうのがなんかね、伝わってきましたね、この春。なんか今、確かに、あの、社会人になってから、なんか一年一年が、なんか当たり前のように、なんか、訪れて、まあ、春を迎えてるわけですけど、でもこのね、あの、キムソヨンさんの感覚だと、本当にもう二十歳の頃のあの春っていうのが、あれは奇跡だったんじゃないかっていうので、そこにはもちろん、ね、まあ、いいこともあれば、ね、ちょっと気が滅入ることもあったと思うんですけど、なんか、いいですね。いいですよね。なんかちゃんとこの春に対する暖かさと影の部分もちゃんと、あの、差し込んでいて、すごくいい文章だなって思いました。しかもそれをなんか、全然重く書いてないんですよね。すごく、ね、そう、軽やかに書いてるっていうのが、これもまたいいところですね。じゃあちょっとそれが、私の1位でした。はい。ごめんなさい。僕の、はい。
1位はですね、87ページの言葉ですね。なるほど。なんかいろんな言葉の定義がこの2ページの中でされてるんですけども、例えば最も純正な言葉とは、ただ一つの音節だけで成り立っている簡単詞だ。最も精魂のない言葉とは、他人を最もらしく騙すことができると考えている嘘だとかですね。そう。で、最も虚しい言葉とは愛を言葉だが、その虚しさがあまり虚しすぎるために怪しく奇妙なたくましさがあるとかですね。まあ、結構読んで面白いなと思ってね、読めるんですけども、その中で特にハッとさせられたところが2つありまして、それがですね、最も恐ろしい言葉ですね。まず、最も恐ろしい言葉とは正確な言葉だ。最も正確な言葉とは無駄なく、感銘に集約的に焦点を合わせ感情を伴わないため冷酷だ、ってですね、ともう一つがですね、最も賢明な言葉ですね、最も賢明な言葉とはその言葉を聞く者が聞きたかった言葉に過ぎずっていうね、もう一言なんですけども、この辺は、他にも、ね、いろんな言葉の定義というか、説明があるんですけども、結構ね、ハッとするところが、恐ろしい言葉が正確な言葉っていうのは、いや、確かにこれも、ね、冷酷さっていうのをすごく、それはつまり感じることではあると思いますし、で、賢明な言葉っていうですね、ともなんか、賢いと思われる言葉が、ただ相手が聞きたかった言葉に過ぎなかった、過ぎないっていう、もうそんな一言でさらっと言っちゃってるところとかですね。うん。この辺、うん、そう。で、あと、最後が結構良くてですね、最後も。言葉と人と人の間に流れるぎこちない雰囲気をこじ開けるように出てくる唐突な冗談の言葉と、たいもなく手を振り交わす挨拶の言葉は、何でもないままいつも嬉しいっていうですね。うん、まあこれはちょっとした本当何か挨拶であったり、ちょっとね、まあ場を良くしようと思った時の冗談とかであったり、なんかそこに嬉しさを感じるっていうですね。うん、この言葉のなんかすごいやっぱりね、なんかこれ読むとなんかね、このキムセヨンさんのなんかもう本当力強さっていうのをすごくちょっと感じてですね。うん。うん、いや多分キムセヨンさんってすごいなんかもう力強い文章を書こうと思えば絶対書けるはずなんですけど、やっぱり自分の中の嬉しいとかですね。うん、なんかそういうのをいろいろ組んでのこの辞典の中のユーモラスな部分であったり、うん、なんかそういうのになってるんじゃないかなっていう、のをですね、ちょっとこの言葉っていうのを読んで、ね、うん、感じたりしたので。うん。確かに。名文ですね。いや、そうですね。うん。確かに今、名産が言ったラストの締めが本当いいっすよね。この、いろんな、割と結構ドキッとされてるような話が結構続いて、結構怖いなって思ってたけど、最後のこのね、他意もなく手を振り交わす挨拶の言葉は、何でもないままいつも嬉しいっていうのは、すごいわかるな、と思いますね。確かにこれはめちゃめちゃ名文ですね。うん、そうですね。まあ、それでも、なんか1位、まあ、どれ1位にしようかってね、もうめっちゃ悩みましたけどね、なんか本当、かなりエイヤで決めましたけど、うん、そうだね、うん。そうそう。いや、本当ね、どれも良かったんですよね。うん、これ今、もともと、そんな順位付けせずに、最初は我々気に入った言葉を、まあ、10個前後ね、ちょっとお互い上げてたんだけど、まあ、紹介するにあたって、まあ、トップ5にしようかみたいな話になって、今ちょっとやりましたが、まあ、他にも本当、すごいいろんないい言葉がたくさんあるんで、ちょっと話したい文字についてちょっと話しました。やっぱこれあれですね、読むと、これ、この言葉良かったよね、みたいな話をしたくなるような本だから、こうちょっとなんだろう、簡単な読書会とかに向きな本じゃないなと。ああ、確かに確かに。うん、そうですね。うん、とか、だから知り合い同士でね、これ、読んで、その他喋ったりとか、すごい楽しそうですね。うん。思いましたね。じゃあ最後、テーマトークして終わりたいんですが、これですね。うん、まあ、監修者の後書きと中でも、翻訳委員会の8名の方々たちがですね、自分の1文字を発表していて面白かったので、ちょっと我々も真似してやってみようかなと。いうわけで、あなたの一文字の辞典は何ですかっていうところで、ちょっと二人が考えた一文字をそれぞれちょっと話そうかなと思うんですけど、これ完全にオリジナルなんで、冗談半分ぐらいに聞いてもらえたらなと思います。うん、じゃあちょっと私の方からいきますか。大地さんから、うん。はい。私はですね、私の一文字。あ、ちょっと二つほど用意したんですけど、一つは、猫です。猫にしました。で、定義は大体の人において愛くるしい生き物のことだが、一部の人にとっては人生そのものである。ちょっと定義をしました。うんうん、ああ、なるほど、うん。ちょっとね、この自分っていうよりはこう、なんか大きい視点になっちゃってるかなと思うんですけど、うん、猫で来ましたね。まあ人生そのものっていうのは、うん、そうかもしれないですね。うん、なんかちょっと広げすぎちゃった感はあるけど、本当になんかね、大切なものになるかなっていうところで、はい。で、もう一個が、飲む。飲食の飲ですね。飲にして、定義は、父を飲み育ち、
水を飲み乾きを癒し、コーヒーを飲み気合を入れ、お酒を飲むことは人生を学ぶことだ。そして感情を飲み込みすぎるのは良くないっていう定義にというか文章にしてみました。おお、なるほど。ちょっとカッコつけちゃった感じはある。そうですね。なんか水分飲むのはいい、感情飲むのは良くないよねって。飲み込みすぎると良くないか。うん、なるほど。確かにまあうまいこと言ってますね。二文字をちょっと私は定義してみました。なんか本当面白いですよ。なんかこれってなんか人がで、ね、そのまんま現れてるんじゃないかなと思いますし。うんうん、と三重さんの方も。じゃあ僕も二つありまして、うん、まず一つ目があるですね。あるは存在の在、うん、で定義したのが。ありもしないこと、起きてもいないことを想像してはいけない。でないと、道を歩けない。おお、なるほど。という言葉ですね。うん。これは、先に進めないってことですか？うん。まあ、そうです、そうです。うん、もう自分が陥りがちなところで、うん。うんうん、そう。まあ、ちょっとこんな言葉を考えてみました。うん、もう一つが、輝くですね。これがですね、決して輝いていたとは言えないものが、後々に輝いて思い出されることがある。めっちゃ名文じゃないですか。それはね、確かにこれ、自分の本当に思い出にあってですね、ちょっとね、うん、そう、確かに。これも、分かる、うん、思い返すわ、これちょっと僕は子供の頃なんですけど、うん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 、地元が京都なんで、J リーグの京都パープルサンガの、練習を見に行ったことがあるんですね。はいはい、でその時、ちょうど三浦和義さんが、まあ、パープルサンガに在籍していて、その日はファン感謝デーだったんで、まあ、行くと結構選手からサインしてもらったり、なんかすごい楽しい催し物があったりしたんですけど、ちょっとしたミニゲームをそのやってる中で、もう三浦和義さんだけがもうめっちゃがむしゃらに全力でやっててですね、明らかに一人だけ浮いてたんですね。で、その当時子供だった僕はそれを、あの人はちょっと浮いてるなぐらいの感じで見てたんですけど、後々大人になるにつれてですね、あの時の三浦和義さんの姿がもうなんかだんだん忘れられなくなっていってですね、うん、周りがみんな楽しそうにしてるのになんか一人だけめっちゃ真剣にもうがむしゃらにミニゲームをやってるあの姿を見てですね、なんかあれがもうだんだん自分の中では輝いていて、うん、というところからね、この輝くというのが出てきましたね。うん、うん、いいっすね、うん、すごいな、確かにそういうのあるよね。うん、そう、なんかやたら印象に残ってその時評価がなんかマイナスとか、まあよくわかんないものでも後々なんかすごく自分の価値観になんかちょっと影響を与えるようなことって確かにあるな。うん、うん、そうですね、うん、いいですね、ありも輝きも、うん、うまいな。うん、そう、これね、めっちゃね、なんかひねり出すのに、時間かかったんですけど、ね、うん、これでいくと、やっぱ、キムスヨンさんめっちゃすごいですね。そうね、すごいね。310歩を作るって、うん、これとんでもないですね、ほんと。裏帯か、うん。この時点の最後のピースはあなたですって書いてあって、まあ、あなたも考えてみてくださいね、みたいな。うん、投げかけがあるんですけど、いや、これやってみるとね、本当この本の凄さがわかるから、皆さんも読んだ後ぜひやってみるといいかなと思いますね、うん、では最後、どんな人に読んでもらいたいか感想を交えていつも通りお話しして締めたいと思います。私の方からなんですが、今回ですね、本当この作品は詩人の感覚がさえ渡るめちゃくちゃ名作だなと思いました。で、日本翻訳大賞の最終候補になってなかったら絶対読まなかった本だなと思っているので、こんな素晴らしい作品に出会えて本当に嬉しかったし、やっぱり自分の幅を広げるためにはいろんな本を読んでいかないといけないなと思ったし、その中に広げた先にやっぱり自分が気に入る本ってのはまだまだあるなということを感じさせてくれた一冊でもあります。なんか自分の興味の幅ってのはこれからも広げ続けていきたいなと思いました。言葉が好きな人には確実に響く本だと思うので、まあ、ぜひとも言葉が好きな人には読んでもらいたい本です。ぜひ書店で手に取ってパラパラ見てください。なんか読んでみてこんなに楽しいんだとは思っても見なかったので、うん、やっぱり日本翻訳大賞のなんか最終候補に、まあ、読んだっていうところがあったので、本当にこういうなんか偶然の出会いっていうのはすごいなんか読書の醍醐味の一つかなと、うん、思っていて、なんかね、すごいいい出会いができたなと思ってました。で、まあ、310個もあって、まあ、すごく、まあ、どれも良かったんですけども、なんか時折詩が挟まれることがあったりして、時折読む詩に心を動かされたり、で、皮肉があったりとかですね。なんかそういうすごく感情をね、なんか揺さぶるような、そういう作りというかね、キムソヨンさんがやっぱそういうの、すごい、もういい言葉をどんどん投げかけてくるんで、なんかね、そういう意味では、最初にも言ったんですけども、自分のための辞典に思えてくるようなですね、そんな一冊でした。で、本当の中で、これは人に勧めたくなるような、本でして、まあ、特に、言葉にこだわりあったり、まあ、文章を書かれている
方とかにはもうおすすめかなと思いましたですね。じゃあ次回予告して終わりたいと思います。次回はですね、番外編をお届けいたします。で、テーマはですね、日本翻訳大賞大予測とマーダーボットダイアリーという我々が一作目と続編を紹介してきた本があるんですけれども、まあ、で、こちら一作目がですね、日本翻訳大賞受賞作となっておりますが、去年のですね、なっておりますが、こちらの新作が出たので少しだけ話そうと思ってます。お楽しみに。番組の最後になりますが、メルマガ会員を募集しております。これ毎週土曜日に配信しておりまして、とこちら無料の、我々がちょっとカットしたエピソードに入り込めなかった音源を届けているものと、有料で我々のちょっとこの日々の編集後期みたいなのをちょっと載せているもの両方ありますので、まあ、詳細は番組概要欄をご覧いただき、確認いただいて、ご登録いただければと思います。番組の感想やリクエスト、またこのラジオを聞いて紹介された本を読みました、読み返しましたのございましたら、ハッシュタグ空飛びニコたちをつけて、教えていただけると大変嬉しいです。ツイッターやインスタの、DM 投稿でお待ちしておりますので、よろしくお願いします。メッセージフォームも番組情報欄に載せておりますので、そちらから直接いただいても大丈夫です。積極的に拡散共有していただけると助かります。ではまた来週。ありがとうございました。